みなさんこんにちは、かおりです。さあ今回も始まりました、かおりファイトクラブ。今回はですね、岡山県倉敷市にありますクラブフェニックス笹置店さんでのファイトとなっております。この番組は対戦者の方と勝負をして罰ゲームかご褒美かという番組となっております。早速ルールなんですが、こちらです。その1、対戦時間は6時間。その2、パチンコスロット当日発表のコーナーでの勝負。その3、勝敗はさだま勝負自己申告制。その4、私が対戦者全員に勝ったら私にご褒美、しかし対戦者のうち1人にでも負けたらきつい罰ゲームだということで、まあ、参加者の方が多ければ多いほど不利というね感じになっております。それでその後、対戦者の分析は完全自腹でお願いしますということで、今回はですね、クラブフェニックス笹置店さんでは最新台から人気機種まで楽しく遊べるということで、8円スロットコーナーの方で今日は実践の方を行っていきたいと思います。それでは対戦者の皆さんをご紹介したいと思います。こちらの方です。よろしくお願いします。なんか皆さん目のところにいろいろついてますね。ということで、ユニークな3名と今日は一緒に頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴと思います。私はですね、まあ、結構なラインナップがあるわけなんですが、当時打っていたパチスロ黄門ちゃんはカッツで、今日はナイスなファイトを見せていきたいと思っています。頑張ります。今日は参加者の方が3名なんで、ちょなんとか勝ちたいなと思っています。ご褒美欲しい。おいきなりゴイコーチャレンジだ。やったでやんす。これは決め台詞とポーズじゃないからね。やったでやんすは、今日最初のチャンスゾーンです。これも選ぶんですよね。どうしようかな。割と一発で決めるのが多いけど、今日はちょっとこれでいきます。リプレイ成立でジャッジメント、チャンスタイプでいきます。これで決まりじゃ。よいしょ。ブルドーザーみたいなやつ乗ってきてくればいいのにね。お銀ちゃんとか。残り4ゲーム。あれ、全然わかんない。ダメだったよ。全然ダメじゃん。全くリプレイ出てこないじゃん。なんだよ。おい、ちょっとお銀ちゃんでもいいから来て。揺れちゃった。もう今
そんなもんでしたっけそんなことないよね。1回も入るよね。3回もチャンスオン入ってるから。ちょっと脱ぐねわあ、もうなんでだよ。ああ、お銀ちゃん来るかな。これなんてどうだい。どんと来いでござる。なんだよ、もう。ログを回すのじゃ。一発で行きまーす。これで決まりじゃ。はい。おりゃーい。インナーチャンスゲット。ちょっと私今格好悪いですよねまあいいや、入ったもん、入ったもん。こっからなんですよ、大事なのは。ちょっと本当どうしよう。ログを回す。肛門の裏に挑戦したいので30% だけれども最低でも100はゲットできる。挑戦したいと思います。一発目だもんね。ただ 30% って書いてあるんですけど、まあ弾がね3つじゃない可能性もありますから。あ、逆転してる。7個あるよ。いける。よっしゃー、かわいい、ゲット。待ってよ、もう何とことんダサいんですけど。もう今ちょっとナイスファイトっていうとこだったのに最悪だよ、もう。20ゲーム38枚です。ただ15% ぐらいの可能性で野球するんですよね。野球してお願い。はっ。まあないよね。うん、ないと思う。兄さんどうですか。全然かかるけど続かない。あ、続かない。ジャグレンがない。あー、なるほど。2年は続くけど、あ、ハマってるんだ。わー、ラッキーわーラッキーラッキー本当に。わ、兄さん今日勝てる気しないって言ってくれた。なんだかんだですからね。でも多分そういう人を数々見てきました、私は。今あのミリオンゴッドを見てるブドウさんから、ミリオンゴッドを打ったらブドウさんが報告がありました。報告が、はい、はい、ミリオンゴッドで天井行ったのに。ミリオンゴッドで天井行った。ただ天井行って80%ループの、GG は使ったらしいので。マジ、はい、これやります。80%? マジか、やばいやばい。やばいよ。
こんなこと言いたくないけど、すぐ終わってくれんかな。いっぱいもらったのよ。だからもう激アツが欲しい。おっ、you
運命の一球を行けストライク。ここで俺は逆転のチャンスに運命の一球をストライク。運命の一球で決まるぞ。運命の一球を違うよ、ナイスファイトだよ、ナイスファイト。これ嬉しい。遅くなりましたけど、ナイスファイト。よしよし、わあ、一安心これで、とりあえずは。もったいない。野球できるかな。無理だよね。ちょっとね、気分を変えようと思います。発言するところなんで私打ってるんですけど、鬼武者も朝相当出てましたよね。37、スーパーもあるし、ゴッドイーターもいいな。そう、全部5レートあって1000円47枚コーナーもすごい。ジャクラすごい人。ミンさんどうですか。あら、スーパービッグは全然またすぐ終わった。終わった。今日あれですね、結構いろんなの打ってる感じ。どんともすんとも、なかなか。あ、ゼブレンめっちゃしてる。どうですか。今1600枚投じて、お1000枚、約1000枚回収中です。結構いろいろ打ってます。2台目最初ホクト打って、うん、でここに打てていきます。あ、なるほど。モードも変われるんで、はい、今までの中で一番いいみたいな。あ、本当ですか。最初のゴッドでもね、最初のゴッドも天井行って、そう、スイッチ乗りで、はい、あ、危ない。風もよく吹くし、うんうんうん、あ、そうなんだ。どうかな、夫婦の絆。3回目4回目3回目ということで、赤のエンド箱開放です。ドルレット、お、わぁ、ダブルレット。なんでこりゃ、かわいい。わぁ、最低でも上から3番目がいいな。
バカモンって言われたよ。あー正解が。本当は欠かしてないでござる。ウィンク様。あら。力は必要でござる。カーブ。あるよ。おお。あ、鉄板だぜ。鉄板。わあ、もう助けてわからない。自分じゃ選べなくなってきた。わかってる、そういうゲーム性じゃないのはわかってるよ。野球は腹ごしらえでござる。今回は8円スロットコーナーでの実践となりました。結果の方なんですが、今回私はですね8スロコーモンチャマかつ1本に絞りまして、実践の方を行ってまいりました。もう挙動的にかなりいい設定が入っていたんじゃないかなというところからちょっと絞ったわけなんですけれども、まあね、このような結果になったのも受け止めざるを得ないということで、結果の方まず私から発表していきたいと思います。今回投資1500枚、そして回収が319枚ということで、さあこの記録皆さんに勝てたのでしょうか。早速挑戦者3名様の結果の方も聞きたいと思います。朝からほとんどボット、はい、神々の凱旋。あら、フォクスではなくて ジャギではないんですよね。ジャギじゃなかったですね。逆にね、かぶっちゃいましたけれども。もうがっくりですね。あら、ミリオンゴッドメインに。ミリオンゴッドメインね。打って、いろいろ。今月、神奈月でしたよね、確か。神奈月でしたね。はい。というわけで、投資が3375枚で、回収が541枚。マイナスの2834枚と。やばいと。11月はゴッドは打っちゃいけないと。神がいないと。いない月だったということなるほど。投資が3125枚。はい。回収が、なんと、ゼロ。そういうことは、マイナス3125枚。はい、その通り。ごめんさん。お疲れ様でございました。ちょっとね、倦怠期みたいな時もあるんですよね。あ、そうかも、そうかも。周りはね。そうかもしれません。はい、ありがとうございます。このサングラスの下に涙が流れてないことを、涙溜まってます今。祈っております。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回も私が2人抜きということで、最後の方にお聞きしたいと思います。投資が1645枚、回収が1405枚です。ということは、マイナス240枚です。マイ3人勝ち抜けならず、
ヨッシーさん勝利です、はい、おめでとうございます。いや最後のね、ザグラを隣でポコポコ当ててる中、私はこう何度も何ですか、吉宗氷を外すという悲しい絵柄をお届けしたわけなんですけれども、もう顔が見づらかったです。いやいや、もうそれがあったからちょっと挑戦できたみたいなところもありましたので、はい、ヨッシーさん今回優勝ということでおめでとうございます。さあ今回勝ったヨッシーさんにはこちら、はい、勝利者チケットを1回目ということでナンバーワンの勝利者チケットをお渡ししたいと思います。ありがとうございます。さあ今回はクラブフェニックス佐々木店さんでの初優勝とコーナーでの実戦でした。今回参加者3名様のうち1人に勝利できずという結果になりました。今回も罰ゲームが待っております。何なんでしょうか。本当はやりたくありません。皆さん最後お楽しみにお待ちください。さあまたですね、こういった企画どんどんやっていきたいと思います。次こそはご褒美目指して頑張りたいと思います。ということで皆さんまた見てください。バイバーイ。はい、今回の罰ゲームはゴムパッチンです。頑張ります。ちょっと待って、本当に怖い、どうしよう。待って、本当に怖いですよ。ごめん。